3日目ぐらいについに俺一人で乗ってる時に3回止まったんですよ。ほう、怖い。はい。どうも、島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回ですね、この模様を TikTok ライブの皆さん、はい、今見ていただいてます。お願いいたします。そしてオンラインサロンの方もやっていまして、そちらのメンバーさんにも今見ていただいております。皆さんね、こんな感じで撮影しています。よろしくお願いいたします。そして、今回のゲスト、前回に引き続きですね、心霊検証チャンネル貧乏中年 TV さんよりシロッコさん、そしてトーマさんです。お願いいたします。お願いいたします。よろしくお願いします。あのやってるチャンネルは怖いんですけど、はい、お二人すげえ人柄いいですよね。いやもうそう言っていただけるだけで本当にありがとうございます。本当楽しいお二人で、でもちろんね、あの心霊継承チャンネルなのでいろんな心霊スポット足を運ばれているんですけども、はい、このねトーマさんは、まあ、幽霊いたらいいなというか、まあ、割と信じてる派、ちょっと肯定派になりますから、ね、はい、ただこのシロッコさんの方がちょっとこう懐疑派、はい、そうですね、うん、まだ信じきれてはいないっていう感じの、だから本当にいるんだったらそれを収めて皆さんにお届けしたいっていう、はい、そういうロマンで掲げてやられてるという、はい、まあね、活動されてるので、だ結構そのトーマさんがこんな話があるんだとか、はい、こういう映像があるんだって言ってもそれ結構否定されたりするんですよね。そうですね、結構その物音が鳴ったりとか、うん、キャーとか声が入ってきたりするんですけど、はい、その音についていやこれは鳥なんじゃねえのかとか鹿なんじゃねえのかっていうので、その鹿の声まで調べたりして、はい、でトーマさんにやっぱこれは鹿だよっつって、で僕が不機嫌になるって違うよって言うんですよ。だからまあよくあるね、まあその心霊系 YouTuber の方だと、はい、なんかこうでこんなものが撮れて、ああ怖い怖いってことなんだけども、でもそれに対してちゃんと検証して、はい、でその中でどんどんこう可能性を潰していって、いつかその中で残ってくるものがいいなっていうことを追い求めてるの で、 そうです、ね、なんかいろんな方が、うん、ね、ちょっと楽しめるという、はい、なんかこう割と心霊とか、ね、あまりこう見られない方たちも楽しいんじゃないかというチャンネルだと思いますので、あ、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、皆さんね、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、はい、そんなねお二人なんですが、今回はなんと幽霊懐疑派、はい、あんまり信じてない方のシロッコさんに、はい、それでも不思議だったという話を披露していただくわけですよね。そうですね、僕自身もその幽霊に関してはいないっていうふうに思ってはいるんですけど、実際にこの32年間生きてきた中で不思議だった、幽霊なんじゃないかとか、もううわシンプルに気持ち悪いなっていう、なんて言うんだろうな、イベントじゃないですけど、うんうん、まあ、そういうのは結構起きてて、はい、幽霊じゃないよって言い切れないものだけちょっと今回お話しさせていただければなと、楽しみです。はい、これはですね結構キンキンの話で、今撮影してるのが九州地方なんですけど、その前にあの三重県までは行っていいよね。あ、そうですね、はい、三重県の心霊スポットを巡っている時に、その連泊して泊まったホテルの話なんですけれども、はい、もともとトーマさんとそこら辺の三重県の心霊スポットを回るために、その三重県の中心ぐらいでですね、ぐらい中心ぐらいでホテルを取って、ネットに載ってた情報よりもやたらと汚いホテルだったんですけど、そうですね、でそのホテルに泊まって、そのホテルがですね7階建てぐらいのホテル、うんうんうん、ですごくこう細長いというか、こう縦長で横幅がない感じで、一つのフロアに5室ぐらいしかないホテルなんですけど、はい、でそのホテルの5階に僕たちは泊まらせていただいて、でまあエレベーターを開けると、まあ、見えてるのが1234で、エレベーター開け回ってこう右の方に回っていくとここに1個あってみたいな、合計5室あるようなフロアで、うん、なんか1つだけちょっと外れた場所にあるって感じなんですね、はい、あ、そうです、1つだけ、はい、エレベーターからは見えないような場所にあるんですけれども、うん、そのホテルの中で、まあ、心霊スポットの撮影を、まあ、して1日目に泊まって、その時はもう本当に何も思ってなかったんですが、途中で何泊かしている間に、まあ、2日目からその現象起きたんですけど、はい、なぜかボタン押さないとその階に止まらないじゃないですか、基本的にはエレベーターに乗ると、はいはい、1階から乗って、じゃあ僕たち5階だったら5階のボタンを押すと5階にしか止まらないじゃないですか、もちろん、はい、それが2階に1回ぐらいかな、
もう本当にあのご飯食べ行った時もコンビニに行った時も、もう行って戻る行って戻るっていう中のもう2回に1回ぐらいのペースで3回で止まるんですよ。1回3回で、ボタンもちろん押してないんですよね。押してない状態で1階から乗って3階に1回止まって、ドアが開いて閉まって5階に行くんですよ。誰もいないわけですね。誰もいないです、うん、はい、だから開けて何回かこう人待ってんのかなと思って、まあ、トーマさんその時いたんですけど、はい、こう僕こう確認までしたんですよ、うんうんうん、で人いなくて、でずっと閉まる。でそれをもう本当に何泊 ?4 泊ぐらいしましたよね。そうですね、4泊ぐらいする中でもう何回もその現象が起きて、はい、おかしいなとは思ってて、で、まあ、フロアに行って、まあ、朝ごはんとか食べるんで、そのフロアの人にこれ3回かなんかでなんか毎回泊まるんですけどなんかありますみたいな感じの話をしたら、全然よく分からないですねみたいな感じで、まあ、言われてて、俺最初ちょっとトーマさん疑ってて、はい、トーマさんが、はい、あのエレベーターのボタンってこことここあるじゃないですか、なんかこうあの場所違いにあるから、はいはいはい、トーマさん押してんじゃねえのとか言って間違ってね、ちょっと脅かしそうとしたりする人だったりするんで、ちょっとトーマさん疑ってたんですけど、まあ本当2日3日目かあれは3日目ぐらいについに俺一人で乗ってる時に3回止まったんですよ。怖い、はい、で夜の大体10時ぐらい消灯なんですよ ね、 そうですね、消灯されると11時ぐらいだったかな、消灯されるとそこってなんかあの非常階段用のあの緑のランプしかついてないから、ちょっと開くともうなんか緑の空間が広がってるみたいな、はいはいはい、ちょっと気持ち悪い空気感があって、うん、でブーンって開いて、うわ3階でまた止まったと思って、もうでも本当にその気になる気持ちの方がその時はなぜか勝っちゃって、うん、1回そのまま外出て3階降りてみて、もう1回こう見回してみたんですけど誰もいないんですよ、はい、誰か乗りますとか言ってみたりしたんですけどいなくて、でまた閉めて、でそれをこう繰り返していくうちにもう最終日を迎えたんですけど、はい、最終日を迎えて最後トーマさんと車に先に荷物を置いてチェックアウトしようみたいな感じで1階でやってたら、僕たちが前日その7階建てのビルの7階部分っていうのがこうコインランドリーがあって、うん、ランドリーで乾燥機かけてるのを忘れてたんですよ、はい、で1階にその受付のフロアがあるからフロア通過して、でコインランドリーまで上がって、で最後僕がそれ全部持ってこう降りてこようとした時にまた3階で止まったんですよ、うん、で3階で止まってで降りたんですね、はい、でそしたらプーンって開いて、で降りてでホテルのあのおばちゃんなんですけど、おばちゃんがあって言ったんですよ、はい、あってなんかこういう感じであってもう声まで出して、あって言われて俺荷物持ってるからえ何って思って、でも目線が僕じゃないんで後ろ見たら、うん、エレベーターの端っこに後ろ向いた女性が乗ってたんですよ。もちろんさっきまで乗ってなかったですよね。でこれでそのままもう閉まって上がっていってこれ3階で止まったんですよ。えこれマジの話です。えそれごめんなさい、7階のコインランドリーで洗濯物を回収した白子さんが降りるときにやっぱり3階でまず1回止まったと、はいはい、でドアが閉じたんでなんだまたかと思って1階に降りて帰ろうと思ったときに従業員の方なのか女性の方がエレベーターを見てあっと言ったわけですよね、はい、でその時に白子さんも振り向いたらそこに女性が乗ってたってことですか。そう、え人乗ってるって思う、まあ、そんぐらいの感覚です。え人乗ってたんだって思ってスムーフンって上がって3階に止まったから、うわこれなんかあるんじゃないかなと思って、今人乗ってましたよねって言ったら、そのもうおばあさんっていうか、もう多分その人が管理人なんですよ、はいはい、その人がお客様ですって言ったんですけど、まあ、その人はもう人だっていうふうに僕たちには伝えてくれたとは思うんですけど、3階空いた時絶対誰も乗ってきてないんですね。でしかももし最初から乗ってたんだとしたら、僕がコインランドリーに行って乗る時に気づくんですよ。だからどのタイミングで乗ってたかわからない人が僕の後ろにいたっていう話なんですね。あのよく、はい、あの僕も階段たくさん聞くので、はい、時々出てくる話なんですけど、亡くなった方っていうのは、はい、そのすごく強い思いがあったその日だったりその事件だったり、はい、そのタイミングを
ずっと繰り返すって話ってよく聞くんですよ、はい、ってなるともしかするとその女性が以前何か3回であった、うん、だから毎回3回か1回かをずっとこう行き来し未だにこうしてしまってるっていうことなんですかね。ちょっと僕もその結果としてもそのホテルはそのまま出て行ってしまったので最終的に何だったのかとかもうホテルでカメラ回すわけにもいかないじゃないですか、はいはいはい、なんで最終的なところは、まあ、あれなんですけど一応トーマさんに そのトーマさんもいたんで、ええ、聞いてみたらトーマさんは誰もいなかったって言うんですよ。だから見えてたのは僕とおばあさんだけなんですよ。でその、まあ、おばあさんはお客さんですって言ったんですね。そうお客様ですって言われた普通にね 人いましたよねって僕も今日ちょっと戸惑うじゃないですか。え人みたいな感じで今人いましたよねみたいなので、うん、でまあ僕もちょっとねその こういう仕事やってるので、まあ、3階で泊まったんですけどやっぱ3階なんかありますよねみたいな感じでもうなんかもうスルーされるような感じお客様ですですよね、うん、だから普通今僕思ったのが違和感があって、はい、たとえ従業員の方だったあったとしても、はい、今人いましたよねって言ったら、はい、いたらはいいなかったらえいますじゃないですか、はい、その質問に対してお客様ですって、はい、何か知ってないと何かを隠そうとしてないと出てこないフレーズだと思うんですよ、はい、いやいやいやあの普通にお客さんですよっていう一個それもう乗り越えた質問なので乗り越えてるので、そうですね、なんかそのおばあさん従業員の方は心当たりがあって変なことを考えられたくないからいやお客さんですよって何か取り繕おうとしたんじゃないかなとそれはちょっと思っちゃいました、ね、あ確かに、うん、そうですね。えちなみにその後そのホテルで何かあったとかそういうことって調べたりしたんですか。一応調べてはみたんですけどそのなんかちょっと古いホテルなのでまあその名前を入れると幽霊って出てくるような感じではありました。だけどそのいっぱい話がこう付随しちゃっててどの話なのかとかはもう全然分からなくて、まあ、ちょっとすごくもうその僕の中では幽霊会議派ですけどあれはもしかしたら幽霊だったんじゃないかなって言ってしまえるような。だって明らかに泊まってる最中に何度も何度も3階で泊まるわけですもんね、はい、もうなんか途中めんどくさくなってましたもんね。そうですね。もうとか言いながらもう壊れてんじゃないっていう認識の方が強かったんで。よく深夜でねオフィスでこう仕事してますって時に、はい、急にこうエレベーターがワーンって上がってくる、はい、誰か来たのかなってパーって開くけども誰も乗ってない、はい、そういう時には幽霊が登ってきたんだって話もあるじゃないですか、はい、だから何かだからそういう誰も乗っていないでも扉が開くっていうことは何か考えたく僕なんかはなっちゃいますけど、うんただねやっぱ会議派なわけですからどんどんね可能性潰すという白っ子さんでもやっぱりいやもう本当にそのあれが幽霊じゃなかったっていう説明の方が難しいに近かったかなって思います。あの僕自身がその場所で、まあ、要は検証じゃないですけど実際にいたら絶対に気づく場所でそのエレベーターもそんなにでかくないんですよね。あそうですね。あの多分あの4人乗ったら結構こう、うんうん、荷物とか持ってたらこうしちゃうようなサイズ感なんで、うん、あの荷物持って、ね、屋上でもし乗ってたとしたらまず行きの時点で乗ってたらあのあってなるし、まあ、確実に気づきますね。気づくし、はい、この状態で乗ってるんでその相手3階から人入ってきて僕の後ろに行くんだったら必ずこうしないといけないような感じの場所なんで後ろに乗ってたっていうその事実自体にかなり驚いた。わかりました。もう白子さん、はい、もうあなた幽霊に遭遇しましたんでもう会議派じゃなくってもうそろそろ認めてもらっていいですか。ちょっとねいやでもまだ信じたくはない。いや幽霊だろ絶対それいやでも証拠がいや証拠があっても全然見ちゃってるしもう3回で何回も止まってるんですから。いやそうですね、これはもうちょっとそろそろちゃんと認めていただいてもいいですか。いやまあちょっとはまあ正直その後トーマさんと車の中で喋ってる時にあの揺らいでるところはありましたけどね。いやもう完全にもう会議派とか言ってるけども本当はもう信じてるじゃないですか。信じているというよりはちょっと怖い。え、だ信じてるってことですよね。まあそうですね。もう信じてます。いやいやそれは認めないつまりそこをねずっと追い求めていただいて、はいそうですね、はい、しっかり映像にね収められた日、はいはい、それ目指して頑張っていただきたいと思います。はい、いやちょっと面白いですね。会議派の方が話す会談っていうのもね、うん、やっぱりこういろんな可能性を潰した中でも出てくる不思議さっていうね、うん、なんかすごく面白くて新鮮でした。ありがとうございます。ありがとうございます。
というわけでですね、はい、心霊検証チャンネル貧乏中年 TV さんです。あの概要欄貼っておきます。ぜひ皆さんチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。また次回よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで今回はひろっこさんそしてトーマさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。でそもそもなんでこういったチャンネルをやることになったんですか？それがまあちょっとあの話としては少し長くなるかもしれないんですけど、もともとトーマさんが、調査員ではなかったんです。はい、はい、でもともといた調査員がいて、その方が奥さんも仕事も家も、まあ、お金も失って、で僕が別のチャンネルで配信やってた時に一緒に YouTube をやりませんかっていうところで、その貧乏中年 TV っていう名前でじゃあ始めましょうかっていうのが、もうその貧乏中年 TV の名前の由来とスタートですね。これ2年ぐらい前、はい、2年ぐらい前です。はい、はい、にまあそこで始めたんですけれども、でその貧乏中年 TV ってその貧乏っていう名前を使ってるから、その古民家とかを借りて、その要は DIY をして、要はゼロから構築していくようなその人生をあの映像にしましょうかっていうところから始めて、うんうんうん、その建物の中のその、まあ、壁をぶち抜いたりしながら、その要はもう本当ボロボロのボロ屋だったんで、うん、あの住めるような環境にするところまで持っていきたいっていう、全てを失ったという男性がまたそこから人生をスタートさせていくというちょっとドキュメント的なチャンネルとしてスタートされたわけですね。そうなんですよ、はい、でその中であのその古民家の壁をぶち破ったりすると、そのぶち破った先に部屋があったりしてみたいな、知らない部屋があって、知らない部屋で、その家の間取りにも載ってないような部屋があったりして、うん、でその中からなんかこう古い写真とかが出てきたりして、はい、その後ですね、なんかもう他の YouTuber さんとかが遊びに来た時も、もうそれも映像で他の YouTuber さんとか残ってるんですが、急に家の中からもうものすごい破裂音みたいなバーンとかなったりするんですよ。はい、ってなって、これはもしかしたらこの中に幽霊いるんじゃねえかっていうので、その当時いたその、まあ、心霊検証調査員が、その家の中で自分が寝ているところを、カメラで映してたら、カメラの映像が普通カメラって三脚とかに置いていくと動かないじゃないですか、はい、うん、固定されてますよね、はい、でそれがグーって動くんですよ。動いて一瞬で もし動かしてたらこういってこう戻るじゃないですか、こうとか、あーはーはーはー、こういった後にピッて戻るんですよ。え、こういってピッて戻るのを繰り返してて、何かあるのかなって思って、そしたらそこには一応その開かずの扉みたいなのもあって、はあ、もう本当に古い古民家でなんですけど、その開かずの扉みたいなのを開けるとトイレがあったんですよ。はい、でそこでそのトイレがあったんで、今度はそこで一人かくれんぼとかやってみたりするとやっぱりなんか現象が起こる。そのポタッ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 っていう足音が聞こえて近づいてきて、でそういうことをしているうちに、これ幽霊いつか映るんじゃないっていう話になって、そこから心霊の方にシフトしていったっていう、めちゃめちゃ方向転換しました。そうなんですよ。DIY やろうと思ってたところからそうなんですよ。 DIY どころじゃねえ、これ幽霊いるんじゃないかみたいな、映せるんじゃないかみたいな、でそこでこうロマンかきたてられて、はい、じゃあそっちの方に舵を切っていったっていう。そうです、ね、それももしかすると、はい、定点とか、まあ、三脚でそこを映してた先に、はい、開かずのトイレがあったわけですよね、はい、もしかしたら本当にそこに何かがいて、はい、映すんじゃねえよっていう、ここ取るんじゃねえよって力が働いてたのかもしれないですもん、ね、可能性としては本当にあると思いますし、もう本当に不思議な家だったので、まあ、そういったところから、はい、こういったチャンネルになって、はい、今10万人目前まで来たわけです。目前まで、はい、ちょっとわからないですけどもね、はい、いつか本当にもうね、そう、うん、その白子さんからしてもこれは間違いないっていう、ね、ものが取れた時はまたぜひ教えてください、ね、はい、もうすぐに連絡します、これ間違いないですって確定で、はい、トーマさんやられてるんで間違いないですって、はい、あ、やられてる前提なんですちょっと皆さんもね楽しみにしていただきたいと思います、はい、島田秀平オンラインサロン超常現象研究会1ヶ月無料キャンペーン実施中です。皆様のご入会お待ちしております。詳細は概要欄からお願いいたします。